オスカー・ホモルカは、オーストリア・ハンガリー帝国ウィーン出身の俳優。強いヨーロッパなまりとスラブ風の響きがある名字から、東欧出身と思われることが多く、そのため東欧人やロシア人の役を演じることが多かったが、実際には、ウィーン出身のオーストリア人。またずんぐりとした体格と濃い眉毛という悪の強い、ルックスから悪役を演じることが多かった。 1898年8月12日に、オーストリア・ハンガリー帝国ウィーンに生まれる。第一次世界大戦に従軍した後、ウィーン国立音楽大学に通い、オーストリアの舞台でキャリアをスタートさせる。その後ドイツの演劇界に加わり、1924年には、ミュンヘンで、ベルトルトブレヒトの作品に出演。また1925年以降は、ベルリンで、 マックス・ラインハルトの下で働くようになる。1926年にドイツ映画ダイ・アーベント・イア・アイネス・ゼック・ンマーク・シャインズで映画デビュー。その後は多くのドイツ映画に出演する。1930年代に入ってナチス・ドイツが台頭してくるとイギリスにわたる。その後はイギリス映画のみならずハリウッド映画にも出演するようになる。1948年の映画 ママの思い出で第21回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。1950年代以降はテレビドラマにも出演するようになる。1977年10月31日に4番目の妻ジョーン・テッツェルを亡くし、その3ヶ月後の1978年1月24日に入院。直後の1月27日に肺炎で死去。79歳。 ありがとうございます。